前半キックオフです。スカヌール対オードリー・シュタイヒ、解説は七海さん、北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。試合の入り方どうでしょうか。中央駆け上がっていくコルシュミューデ、どうだ、ヘッド、クロスに合わせてというシーンでした。ディフェンダーの一瞬の隙をうまくつきましたよね。ランペルツェン、左サイドを駆け上がります。ボールを受けます。どうだ、シュート、このシュートは弾かれましたがコーナーキックへと続きます。やっぱり高さを使ってきますかね。上げる、ボールはクリア、打ちますよ、シュート、右サイド駆け上がる、ボイツラーゼン、ギルルハルト、流れるようなパス、ビビアンカル、右側から上がっていくか、スカヌールボールになります。ベースを狙います。いいところ、ボールを上げる、ファールに合います。リプレー、直接狙ってきました。速いボールだったんですが決められません。ちょっと狙いすぎて壁に当たってしまいましたけど、ナイストライですね。ダイレクト、上げて、チャンス続きますね。スカヌール2本目のコーナーキック、上げてくる、この位置から打ってくる。結局このロングシュート精度を欠きました。ちょっと止めからのシュートでしたけども、もう少し前に行っても良かったんじゃないでしょうかね。フォワクトザイ、これはクリアします。ここまでご覧になっていかがですか、北澤さん。スカヌールとしては非常にいいと思いますよ。相手が前がかりになっているところを逆にうまく利用してますよね。今ダイレクトで上げてきましたけども、なかなかいいアイデアですね。前を向いていけます。素早いチェックからボールを奪います。渡ります、シュート、枠を捉えられませんでした。駆け上がっていきます。前を向くことができるか、クリモアパン、ビビアンカル、うん、ボールは渡る、ビビアンカル、
これはオフサイドですか。ゴールキーパーからこれは通りません。ヨウムラ、ふわっとしたパスがつながるでしょうか。仕掛けたいですね。通っていればというシーンでしたが、これは惜しくもオフサイド。一気に前線へカット、さらに前線へと行きたいところ。フォワクトザイ、こっからどう出ますかね。ボールを奪う。前半この時間帯、両チームともにまだゴールは生まれていません。ジュバイユ、これをかわします。さあ上げてくるか。ここはクリアします。スタヌールとしてはボール運びはできてるんですけど、なかなかフィニッシュまでいけないですね。キープできるか。スペースを狙ってきます。フリモアパン、切り込んでいく。フリモアパン、ビビアンカル、かわします。ケンピダン、しかしこれは笛です。イエローカードです。さあリプレイです。はい、ボールだ。その攻防、前半39分、そろそろ40分というところ。ビビアンカル、バックパス、渡ります。44分、ベルブレヒト、抜けちゃうんですよね。ベルブレヒト、これはオフサイド。さあ前半もアディショナルタイムに入っています。キルルハルト、ここで前半の45分が終了しました。北澤さん、前半の印象をお聞かせください。オーデルシュタイヒとしては、序盤からシュートまで持っていく形ができていましたし、いい試合の入り方ができたと思いますね。まあ、ですから後半の立ち上がりなんかも何か仕掛けてくるかもしれませんね。ありがとうございます。さあ両チームスコアレスで折り返します。さあ後半すでにスタートしています。オーデルシュタイヒとしては、同点とはいえども完全に押してましたからね。このままでいいと思いますね。これは取られてしまいます。ヨウムラ、ビビアンカル、カルデー、コルシュミューデ、前を向くことができるか。さあスペースを狙う、受けます。当たってきましたね。さあ受けるぞ、シュート。いやー、しかしキーパーよく止めましたね。ボールは渡る、これは出てしまいます。こぼれてる、これを拾う。後半12分です。
オルシミューデ、カズ、オルシミューデ、サイドへスルーパス、ボールは渡る、中央へハティック、決めた。後半に入ってゲームが動きます。先制ゴールが決まりました。こう1点取られてくるとやはり相手側もやられないようにという修正をしてくるので、かなり不安定な今時間帯だと思うんですよ。そういった時にまた追加点を取れるチャンスになるので、2点目取りに行きたいところですよね。さあ、ともに選手交代があるようです。ベルブレヒト、フォワットザイ、いいですね。さあどうする。さあボールは、このボールはクリアです。ヘルブレヒト、シュート、ポスト。さあ裏のスペースを狙います。一気に前線へのボール、ボール繋がりません。どう出るか、ドリブルで侵入するでしょうか。シュート、これはラインを割っています。いやー、いいボールが面白い。コーナーキックへと逃げます。これは誰を狙うのか、どうだ。これはラインを割りました。ヘルブレヒト、ボールをコントロール、直接行ってしまいました。取られます。ドルディエ渡ります。スライディング、北澤さん、ここまでご覧になっていかがですか。オーデルシュタイヒとしては守り切ろうということではなく、通過点を狙いに行ってますよね。攻めて勝つというサッカーを展開しますからね。非常に見ていてワクワクさせますよね。コルシュミューデ、カウンターを仕掛けていきます。ボールつながります。シュート、あー、止まってる。ここは大きくクリアします。ジュバイオ、カトマンソー。さあこのロングボール、おっと、これは2枚目のカード、カズ退場です。オーデルシュタイヒはちょっと状況が苦しくなりました。だいぶ派手に削ってましたから、その辺のプレーが目立ったのかもしれませんね。つながっていく、押し込むか、決まった。ここで試合は振り出しに戻りました。ゴールキーパーが弾いたボールしっかり押し込んだというシーンでした。セカンドボールを予測してのポジショニングだったんでしょうかね。いい位置に詰めてましたよね。シーズン5ゴール目となります。さあスカヌール、ここで追いついています。
キーパーが抑えました。試合終了です。さあ、七海さん、ゲームを振り返ってのコメントお願いいたします。いい試合だったと思う。